しに混ぜていきます。それから海苔を3分の2と3分の1に分けて、3分の2の方にサーモンのお寿司、酢飯を乗せていきます。ちょっとね、多めくらいがちょうどいいです。で、3分の1の方に三角に切った長い、ちょうど海苔のサイズと同じサイズのきゅうりを乗せて、それを2つ合わせて白い飯、酢飯で巻いていきます。そうすると切り口からなんと鬼の顔が出てきます。こんにちゃん、成功しましたかね。あとは食卓にお野菜やお汁を添えて、節分のお祝いしてくださいね。